うん、ちょ、ついたそう。あ、ついたそう、死ぬ。よし。間に合わせない。あとちょっと、あと1秒あれば、あ、間に合ったのにな。緑がね。来なくって。来なくって。来たらば、ま、間に合ったかもしれなかったのに、色来なくて、事故ってまーす。あ、ちょ、ま、間違っちゃった。間違っちゃった。間違えちゃった。あ、もうこれダメだ、これ。それやめてほしい。これちょっと未完成。あ、これ未完成だけど。だけど、あ、プチ降ってきた。プチ。本当にプチ。プチ降ってきた。こうして、1、2の…ちょっと待って、全消しやん。うえーい、それはもう無理かも。全消しされちゃいましたらば、厳しいものが…全消しされたら火力が上がるから、もう返しきれないよな、多分。よな、返しきれないよな。でも、今のは…僕もミスした。あれ、スイちゃんは一体何を全消ししたのに、僕は一体何を全消ししたのに。こうして、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 ちょっと待って、発火点をさ、潰さない方がいいのかな。こうして、なぜならマリンが間違えた時のための保険として、発火点を潰さずに、いつでも発火できるように、あ、いつでも発火できるように取っておいた僕の発火点が潰されてしまった場合、どうしたらいいですか。ちょっと、あ、待って、見て、全消しゲーミングじゃん。全消しゲーミング。スイちゃん、ちょっとこの僕の発火点が潰されてしまった時のヤフー知恵袋、すいません、ちょっとこれ死んでしまう。あ、これ死ぬ。ヤフー知恵袋、すいません、ヤフー知恵袋に質問したいんですが。よし、もう一回やるぞ。なぜか、何を質問したいの？何を質問したいかというと、発火点が潰されてしまったんですが、どうしたらいいですかと。ね、でもさ、マジどうしたらいいんだろうね、それね。まず、どうしようもないよね。その発火の速度で負けないしかないのかもしれないね。もしかしましたらば。